はい、どうも、ぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけで、今回は、モサだけが集まる大会、YouTuber カップの準決勝の模様を実況解説していきたいと思います。前回までは予選リーグの模様を見ていただきました。まあ、予選リーグもね、全試合だいぶ熱かったので、まだ見てない方はぜひね、見ていただければと思います。まあ、予選では、くじ引きでペアになった杉本と、なんとか2勝1敗で準決勝に進出することができました。そして、まあ、予選で組んでくれた、まあ、杉本とはお別れして、また新たに準決勝進出者8名で、くじ引きし直してペアを決めます。その結果、僕の新たなペアになったのが、カトダイです。まあね、僕の動画には何回か出演してくれたんですが、でかい、速い、うまい、この3拍子揃った選手で、日本リーグにも出場してた実力者です。正直ね、この8名の中では、実力、実績ともにトップクラスだと思います。そして気になる対戦相手は、西村、杉門ペアです。まあ杉門は予選まで、僕のペアとして頑張ってくれてたんですが、ここで僕に牙を剥くというわけですね。一方、杉門のペア、西村優輝選手なんですが、ここもね、この大会、カトダイと双璧をなす実力者です。まあ引退してしまったんですが、数年前まで選手活動してまして、JTA ランキングでも、30位台に入ってた猛者ですね。これはもうただの猛者です。ガチでストロークうまい。この試合はですね、カトダイ VS 西村優輝と、その愉快な仲間たち、カッコぬい散歩杉門で、まあ、このカトダイと西村優輝のハイスペックプレイヤーの足をどう引っ張らず戦っていくのかっていうのが重要な一戦ですね。皆さんの中でも、やっぱりダブルス組んだら、実力優劣っていうのが絶対あると思うんですよ。それはもう仕方ない。でもね、ダブルスって、その優劣の、列の選手がどういう立ち回りでプレーするかっていうのが、僕はほんま重要やと思ってます。列の選手がペアに張り合ってスーパープレーを出そうとするのか、ペアの高い技術力を活かして、サポートプレーに回るのか、勝てるか勝てないか、ここで変わってくるかと思いますし、そんなつもりでダブルスやってないかもしらんけど、次組んでもいいって思ってもらえるかもらえないかの差になってくると思うんですよね。まあ、頑張ろうとしすぎて空回って、それがペアの目には悪く映ることだってありますから、この試合ではそういった、まあ、サポートプレイっていう部分にフォーカスして解説していきたいと思います。この動画面白かった、ためになったと思ったらチャンネル登録、高評価、ベルマークのオンもお忘れなくお願いします。それでは本編、どうぞ。はい、それじゃあ早速やってまいりましょう。 YouTuber カップ準決勝、まあ関西ではトップクラスと思っております YouTuber ぬい散歩と元日本リーガーカトダイ、その対戦相手が元 JTA ランキング30位台の西村優輝&元関西学生ダブルス優勝の杉門、アマチュアでは、かなりレベルの高い、対戦カードとなりましたので、ぜひねお楽しみください。サーブ権は西村杉門ペアが取りまして、西村サーブからスタートします。奥側が、西村杉門ペア、そして手前側がぬい散歩カトダイペアです。さあ1ポイント目からラリー合戦になりました。とにかくね、西村君絶対ミスしないんですよ。結構ね、僕的には高出力で打ってるはずなんですけど、全然ミスらん。普通に他の人やったらミスってくれるショットなんですよ。それでも普通に返してくる、ガチのストローカーですね。めちゃめちゃストローク上手い。さあセカンドサーブリターン返す、これもクロスラリー、これは杉門がしっかりとカットしてきましたね。マジでね、ラリーの柔らかさと安定感が半端ない。そしてサーブもね、伸びてくるんですよ。さあ難なく1ゲーム取られて 1-0 西村杉門ペアリード。カトダイサーブ、これもね合わせて返してくるんですよ。これ初見でね、カトダイのこのサーブね返せる人なかなかいないですからね。めちゃくちゃ早いんですよ。めちゃくちゃ早いけどめっちゃ柔らかくタッチして返してくる。これはダブルホールドですね。さあ15オール。ここはミートせず、ただね、カトダイのサーブでもかなりガンと前に入って
リターンしてくるんで、正直どこ飛んでくるか分かんないんですよね。これが入ってる。これ縫い散歩もったいない。さあサーティオール、これもしっかり反応してますよね。さあセカンドのスピンサーブもかなり跳ねます。さあこれでもきっちり抑えてくる。さあ縫い散歩をネット下で取らされてちょっと慌てましたね。さあ30-40ブレイクのピンチ、ワイドサーブはこれフォルトですね。さあセカンドサーブ、杉門もどっちか言うたら前に入って突っ込んでいくタイプ。さあここは縫い散歩がポーチを決めていく。さあノーワード、西村リターン、ファーストがワイドフォルトでセカンドサーブ、ここもかなり前に入って合わせてきますよ。これねどっち飛んでくるか正直分かんないんですよ、あの速さでリターンされると。さあ縫い散歩カット大ペアブレイクされて 0-2 です。さあこれはファーストフォルト、手前杉門サーブですね。セカンドサーブ、さあここはポーチ出てくるが捉えきれずサイドアウト、15ラブ。さあファーストフォルトのセカンドサーブ、隣からボールが入ってきましたね。カトダイは基本的にリターンダッシュするのでかなり前で入ってリターンすると思います。さあセカンドサーブ甘い、リターン沈めていく、ファーストボレー沈みましたね。これはサイドアウトで50オール。縫い散歩ちょっとね浮かしてしまってます。さあこれはフォルト、さあここ先行しときたいところですよね。 0-2 なんでここのゲーム取らないとちょっと厳しくなってくる。さあサーブ甘かった、クロス、さあ浮いたボール、これはカトダイスマッシュきっちりと決めてくれる。こういうとこありがたいですね。さあカトダイセカンドサーブ前に入ってリターンダッシュするので、僕はねあまり詰めないでカトダイに詰めてもらうような形でポジショニングしてます。さあ 40-15 ブレイクチャンス、ボリサーブ、ちょっとね向こう側が見にくくてどうなってるかわからないと思いますけど、さあ今のポイントはこういう感じです。僕がリターン返して西村くんポーチ、それをカトダイが返してまた返してくる、このボールをカトダイが追いかけて打ったんですけどアウトでしたね。そういうポイントでした。まあ、あのポーチ出た後もちゃんとボールの行方を追ってますよね。普通の人やったらポーチ出てもうその後、うん、何も考えてなかったりするんですけど、ちゃんとねポーチ出て帰ってくることも考えてるから反応できるというわけですね。さあ沈めてここはリターンでポイントを取っていく、ブレイクバックに成功して縫い散歩サーブ、カトダイにしっかりと前お願いしたいところなのできっちりとファーストサーブを入れていくということで考えてます。なので多少ねボールのスピードは遅くなってるんですけど、きっちりファーストサーブを入れてしっかりとペアに任せると、レベルの高いペアと組むとやっぱりファーストサーブの確率いい方が、よく動いてくれるんで、そのあたりはかなり楽ですよね。しっかりとファーストサーブの確率を上げることを僕はイメージしてます。さあこれはダブルホールドもったいない。さあ 30-15 さあファーストフォルト、セカンドサーブ、セカンドサーブになるとやっぱりね前の力が使えなかったり、まあ、これはねたまたまミスってくれましたけど、やっぱりもうね打ち込まれてるようなボールなのでファーストサーブは入れたいですよね。まあ、うまいペアと組んだらファーストサーブ重視ですね、これは絶対です。さあ2オール、西村くんサーブ、ファースト入れてきて、ここは杉門いい反応しましたね、素晴らしい。さあラブ15、いいサーブ入ってくる。結構ね
カトダイと違ってスピードはめちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、伸びがあるんですよね、サーブに。さあ、あっさりとラブ40、バックにいいサーブ入りましたね。さあキープして3-2、西村杉門ペアリード。さあカトダイのサーブがさらにギア上がってくる。15ラブ、ワイドサーブ。さあファーストボレー、さあここはファーストボレーうまかったっすね。まあ、この場面でどういう風な気持ちで僕が全員に立ってるかって言ったら、サーブがいいので基本的にもストレートに打ち込まれることはないかなと思ってます。なので手の届く、まあ、このフォアサイドのサーブであれば、僕はフォアボレーの、この手の届くフォアボレーのあたりをしっかりと意識して守ってるイメージですね。さあここはチャンスボール上がってきましたけど、もうちょっとセンター側でも僕が取るようなイメージですね。あのそこをスルーしてしまうとかなりサーバー側に負担がかかってしまうので、ストレート抜かれるよりも真ん中あの辺抜かれるのが一番、まあ、サーバーとしては面倒くさいのかなと思いますので、ストレート守るよりも僕は結構真ん中しっかりと、開けないように意識してますね。さあいいサーブ、ストレート、これは返せない。さあラブ30、杉本もファーストの確率高なってますよね。杉本は多分僕と違ってちょっと打ちに行ってますね、サーブを。さあここ吹かしてしまう、もったいない。ラブ40、お互いリターンゲームであまりチャンス作れてないですよね。さあここはボディに来ましたね、いいリターンでした。15-40、さあファーストがこういう風に入らなくなってくると結構チャンスが生まれてくる。リターンも沈める、これはサイドアウト。やっぱりね、あのうまいペアと組んでてもこのセカンドサーブのリターンだけはなかなか出るに出れない場面もありますから、やっぱり僕はファーストサーブ重視かなと思ってます。さあここもダブルフォート、結構ねファースト入らないとプレッシャーかかりますしね。さあノーワード、大事なポイント。ここでいいサーブ入りましたね。そしてファーストが入るとやっぱりペアは動いてくれますから。さあファースト入れる、ファーストボレー、これはアウト、もったいない。さあラブ15、ワイドサーブがフォルト、セカンドサーブ。さあバックに入れる、さあここはリターンミス、ラッキーです。ただやっぱりセカンドサーブだと前衛は動いてくれない。ワイドサーブ、これはいいリターン来ましたね。さあ15-30、さあファースト入れる、これ。さあここは逆ロ決めてくれる。ファーストサーブ入るとほとんどカトダイ動いてくれますから。さあボディサーブ、ストレートボレー、さあこれはサイドアウト。今のはいいストレートボレー入りましたね。40-30、ファーストサーブ、これはサイドアウトでゲーム。さあ4オール、ワイドサーブ、リターン返す。さあこれも返ってくるんですよね。めちゃめちゃいいリターン打ったと思ったんですけど、これも軽く返ってくる。センターサーブ、さあここも沈めてくる。今の沈めてくるんですよ、あのリターンで沈めてくるって相当です。さあボディサーブ、これはしっかりと抑えてくる杉本。さあラブ40、さあリターン返す、これも沈めてくるんですね。普通やったら、まあ、サーブ打った後のショットって結構焦ったりするんですけど、全然それないんですよ。マジでストローク安定してる。さあ 5-4、 西村杉門ペアリード。さあここはちょっとタイミングずれましたね、ラッキーです。さあ15ラブ、
ワイドサーブがフォルト。さあセカンドサーブ、さあボディ、これはちょっと食い込みましたね。結構食い込んだサーブでした。サーティーラブ、ワイドサーブ、これ返ってくる、うまい、今のクロスはうまかった。フォーティーラブ、さすが加藤大ですね。センターサーブ、これが入ってゲームの5オール、タイブレークです。さあ杉本サーブ1本目、ボディサーブ、これ出てきますよね。ファースト入ったら確実に出てくるんですよ。そこがね、あの頼りになるところですよね。さあヌイサンポサーブ、ボディサーブ、これはギリギリ入ってました。さあ0-2、ボディサーブ、これはしっかりとポーチ決めてくれる。やっぱりファースト入ると絶対動いてくれる。さあここセンターきっちりと決める。さあここちょっとリプレイ見ていきますけど、今のこのポーチ地味に難しいんですよ。このコースって消極的になってどうしても決めきれなかったりミスってしまったりするコースなので結構難しいです。今のは地味に杉本ナイスプレーですね。さあ 1-3 です。さあ西村くんサーブにヌイサンポリターン、クロス、これはダブルフォルト、ラッキーです。 2-3 加藤大サーブ、センターサーブ、浮いたボールしっかりと決めていく。さあ3オールチェンジコートしました。手前加藤大サーブ、センターサーブ、これはノータッチ、めちゃくちゃ早かった。さあヌイサンポチームついにタイブレリードしました。ファーストサーブリターン沈める、クロス、これはうまい、めちゃくちゃ沈んだ、素晴らしい。 5-3 です。さあファーストフォルト、セカンドサーブ、さあクロス、ファーストボレー、クロス、さあこのボールロブ、さあこれが入ってる。 6-3 マッチポイントきました。さあヌイサンポサーブ、ここしっかり1本取れば勝利です。ファーストフォルト、今のちょっとなんか力入ってましたね。さあワイドサーブ沈んできた、これストレートにボレーしたんですが上がりきらなかった。さあ 6-4 ボディサーブ、これもフォルト、ちょっとマッチポイントで力入ってますね、ヌイサンポ。さあセカンドセンター回り込んできた、これは浮いてしまう、ファーストボレーが今のは下手だった。さあ 6-5 センターサーブ、リターンミスで 6-6 追いつかれましたね。さあ西村くんサーブ、ワイドサーブ、さあリターン返って、これだけポイント取れたんですよ、これだけ。さあ 7-6 マッチポイント、加藤大サーブ、これはチャンス、ワイドサーブがフォルト、セカンドサーブ。さあヌイサンポはもうこれストレート抜かれてもいいから真ん中しっかり抑えようという気持ちです。さあ杉本リターンミス、ゲームセットということでヌイサンポ加藤大チーム決勝進出です。まあ負けましたけど西村君めちゃくちゃうまかったですね、ストロークはマジで安定してる。さあ決勝戦ヌイサンポチーム勝てるのか、相手は誰が上がってきてるのかというところでね、今日はこんなところで終わらせていただきます。次の動画でお会いしましょう。おつさんぽ、バイバイ。